諸衝二軍は、アメリカ合衆国間補修の北部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は12,765人である。軍庁所在地は、ウォレスであり、同軍で、人口最大の都市は、ケロックである。1864年2月4日に設立され、諸衝二族インディアンにちなんで名付けられた。諸衝二軍は一世紀以上にわたる工業の歴史がある。 ため通常シルバーバレーと呼ばれている。シルバーバレーは大量の銀、鉛及び亜鉛を算出することで全国に知られている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2635.50平方マイルであり、このうち陸地は2633.9平方マイル、水域は1.59平方マイルで、水域率は0.06%である。 1910年代下後のオレス1892年、諸将二軍の候補たちが、賃金カットに抗議して、ストライキを行った。会社側が放ったスパイが見つかったことで引き起こされた、射撃戦で数人の命が失われた後で、アメリカ陸軍が出動して、ストライキを終わらせた。1899年にも再度紛争が起こった。この時は会社側が組合に加入した。 甲府17人を解雇したことに反応して、甲府たちがバンカーヒルサリバンビルを爆破したものだった。この時も人命が失われ、軍隊が出動した。1910年の大火では、ウォレスの街の一部を含め、軍内の多くの場所を消失した。所蔵2軍は、従来民主党寄りの軍だったが、近年は、連邦政府関連の選挙で、共和党候補に、地元や、 州の選挙では民主党候補に投票する傾向にある。州知事選挙では民主党候補のジェリー・ブラディ、選挙結果は落選。アメリカが州国上院議員選挙では民主党候補のラリー・ラロッコ、選挙結果は落選に投票したが、2008年大統領選挙では民主党候補のバラク・オバマが8ポイント差でこの軍を制することができなかった。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。